外観なんか何にも変わんないよ。この音は嘘でしょ。はい、では改めましてこちらがバッテリー EV 仕様の A86、はい、そしてこちらは普通の A86 です、はいはい、まあ、普通のガソリンエンジンね。そうね、そうね。一般的な A86 ですね。何が違うか、うん、はい、ね、テリーさん、外観なんか何にも変わんないよ。そうですよ ね、外観なんかは、うん、電気自動車って分かんないよ、まあ、レビンとトレノっていうだけですよね、これ。そう、うん、それこっちの方がなんか綺麗で高そうだなっていうぐらいでしょ。確かに確かに、うん、いやでもちょっとめちゃめちゃ乗ってみたいんですけど、うん、まずちょっとテリーさん、それはそうでしょう、ね、まずは大御所からいかないと。何が言う、いやいやいや、じゃあ運転がね、あ、演出しないから、あ、そう、じゃあ僕でも行きますよ。全然行けるから、うん、ね、じゃあ行きたいと思います、ね、はい、行動運転できるってことなんで、ね、はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、いい音だよね。電気自動車ですよこれ。デフ聞いてる。いいよね。マニュアルってのがいいですよね。マニュアルはいいね。ね、電気自動車でこんなことできるんだよね。世界にないんですか。ない。こんな遊び心、トヨタだけ。これ何速あるの？5速？5速。5速。あ、6速。6速。この音は嘘でしょ。この音は嘘ですよ。作ってんです。どこの音？ A86 の 4AG のエンジンの音。音を、うん、それを再現させてんだ。そう。バカだね。いや、遊び心がありますよ。でも本当バカだねって言いたくなるぐらい。でも楽しい。電気自動車ってこんなの楽しいんだっていう楽しさがある。このゴツゴツしてるのは何ですか。デフが入ってるの。だからドーナツターンもできる、ドリフトもできる。すごいよね。だけどね、え、すごい、この技術が。電気自動車が楽しいなんて今まで考えたこともなかったもん。加速は電気のモーターのトルクでしょ。うん、なんか電気自動車じゃないんじゃないこれ。うん、ね、ね、電気自動車じゃない。そう、知らんだ。うん、なるほど。大体聞こえるのはマフラーの音じゃない。ああ、そうだよね。
本当だ、もうレース場に向かってみたいだもんな、うん、これレース場だったら楽しいだろうな、ね、こう、まあ、一コンも楽しいだろうな、うんうん、こういう風になっていくのかなと思いますよ、今後の電気自動車って本当に夢がある。どう？めちゃめちゃ楽しかったですよ。どうでしょう？うん、どうでした？いや僕はね、人ってすごく次のものを望むんだなと思いました。ああ、それこそね、ほら一流ホテルに泊まってた人が、ある時そこに飽きて、グランピングやるでしょ、で星を見るのが楽しみになってるでしょ、でこれもそうですけども EV という新しいジャンルなんだけども、そこにで満足しなくて、さらになんかね、なんか昔のこういうアナログ的なことが好きになるから、なんか次のステージにもう車は向かってるんだなってことを感じましたよね。面白いなっていう、いやこういう手法ありなんだっていうか、それをなんちゃってじゃなくて超本物じゃないですかこれ、いや本物ですよ、それがすごい。でしかもそれをトヨタがやったっていうのがまたすごい。それこそ今まではね、その電気自動車で音を出してるメーカーもあるんですよ、だけどこうやってマニュアルで楽しいぞっていう ね、でマニュアルに対してちゃんとアクセルに対して音がついてくる、すごいですよね。だから本当になんだろう、ガソリンの86に乗ってるような気分にさせてくれる、本当にそう、ね、いやもう2030年になるとそれこそヨーロッパでも何でも、もう EV になってくるじゃない、その中でやっぱりいつか恋しくなってくると思うね。そうですよね、ね、アナログの車が、でその時こういうのが違う形でね、その次の時代の中でなんか乗れるっていうのは幸せだよね。いや本当なんかね、未来を安心した、ちょっとね、楽しいね。ちなみにね、この電気86というか、まあ、EV の86なんですけど、キントで今年の3月から実際借りることができるんですって。なるほど、そうなんです。どうやってそれ調べればいいんですか？キントのホームページでホームページで、はい、わかりました。いや、すごいよキント、ね、ちょっとキント注目ですね、注目注目、本当にレンタカーで借りられるんでね、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。